トラミルクラジオまあでございます。いかがお過ごしですか。ということで、今日は4月の20日、月曜日に撮っているんですが、まあ皆様どうでしょうか。運動不足、自宅にいる中でねなってはいませんか。ということで、ご多分に漏れず私もですね、いろいろやっておりまして、まず足だけのエアロバイクというのをですね、結構前に購入したものが家にありまして、それをキコキコと漕ぎながら、動画編集、並びにそうですね、いろんな作業、そして、なんて言いますか、ゲームですね、こちらの方も、しているという次第でございます。それによって少しですね、体脂肪が減ったり運動不足解消されたりというのを、まあ、期待してのことではあるんですが、いかんせんこれは散歩とかと違いまして、ずっと同じ姿勢、椅子に座った姿勢でやっているのでですね、それより何よりその前に膝をやるというですねおじさんならではのトラブルにぶち当たっているということですね。まあ、ゲームをしながらゲーム配信、まあ、サッカーゲームなんかをやるんですが、これも一石何鳥取れるかというところで、サッカーゲームをしながら、それを見てもらいながら、手を動かして足はエアロバイクを漕ぐと、そして口元にマイクを近づけてプレイするというのをやっておったんですけれども、ある時指摘をいただきまして、はあはあ言ってんのはなんでなんですかと言うですね、多少気持ち悪くもあったんでしょうね。まあ私はそれはそれでね、それが本当の e スポーツというふうにも思ったりもするんですけども、やはりですね、これはちょっと良くないなと思うことで一旦これはやめております。まあ膝のこともありましてね、そして今日ですね、やはりちょっと運動しなきゃいけない。まあ散歩も行きたいんですけど、雨も降ったりするのでですね、ラジオ体操、久しぶりにやってみたわけですね。いやー、いろいろ気づきましたし、思い出しましたし、いいですね、ラジオ体操は。今世の YouTube がありますから、もうパッと検索するだけでいける。そして、すごく、まあ、第2までやっちゃったんですけどね、NHK のあの動画が出てくるんで、やっぱ体が非常に軽くなると言いますか、ね、体操の力を思い知りましたね。子供の頃、若い頃はもう本当にいやいや、なんでこんなしなきゃいけないのよと思いながらやったもんですよね。ただこれ大人になると、こんなにも、あ、効くかねと。それだけ大人は動いてないということ、特に今のね、段階、ご時世ではということですね。まあ思い出すとね、小学校の頃は、いちいち小学校まで夏休みだっていうのに行かされて、朝ね、眠い目をこすりながら、なんか、まあこれは地方によっても違うでしょうけど、僕らのところは、なんかこう、もらったカードを、出席カードみたいな首から下げて、紐ぶら下げてなんか作ってもらってですよ、反抗してもらうんですよね。ラジオ体操やって、朝からんで当番で大人が一人ずつ来てて、誰々の父ちゃんだ母ちゃんだっつってね、もう大人もめんどくさそうに来るんですけども、ラジオも本当のラジオでやってましたからね。その時間に集まって、あんなもう当時だってカセットテープぐらいあったわけですからね、昼ぐらいに集まってテープでやればいいのに、やるにしたって朝のラジオのね、放送に合わせてやって、やだなぁと思いながら起こされていってね、時には泣きながら行きました、やだやだっつって。ね、ただね、やるとまあ、達成感というか早起きできて、ラジオ体操終わった、そこで会った友達、じゃあ今日何するなんつって、ね、坂を下りながらそんな話した思い出がありますけども、あの時もいい加減にやってましたけど、今思えばね、その当番のおじさんとか、すごいきちんとやってましたよね。グリングリン腰動かして、あんな可動域とあんな伸ばすみたいな。ね。わかるなぁ、今。ね。
ここしか運動できないし、これ一つのマッサージだなと、気持ちがいいなっていう気持ちであれやってたんだなと思いまして、お腹てっぷり出たおっさんが思いっきり体腰グリングリンしながらね、お手本体操みたいなのやってるから、まあ、ああいう大人になりたくないなと思ってたんですけども、ね、輪をかけて、そういう大人になりましたと。ラジオ体操で思い出すのが、今日と同じぐらいですね、同じように感じたことがあったなと、10年ぐらい前ですか、テレビの企画でですね、民放でしたね、48時間監禁されるっていう、わけがあったんですね。一人で隠し撮りされながら、でそれをずっと見られていると。で何をするかというと、アリの観察なんですね。そういう番組でした。48時間アリをですね、アリのコミュニティ100匹から始めたと思いますね。そして1時間2時間ごとにですね、その中の、2割を排除していくという、それを続けて48時間見ていくとどうなるかみたいな、まあ、ざっくり言うとそういうロケなんですけれども、まあ、その時もきつかったですね。まあ今ほどじゃないですけれども、48時間動かないということで、なんか途中ね、やることもなくなっちゃって、一応ギターと、まあ、ギターが弾けるもんですけど、ギターとか、そういうものが置いてあってね、まあ、ずっと撮られてるの知ってるから、でご飯の時間になるとなんかドーンって入ってくるって、スタッフの手だけ出てきてご飯がドーンって、もう刑務所みたいな感じでね、やってましたけど、まあ編集の上がりを見たら別にそんな長いこと全回しでやる必要あったのかなぐらいのあれでしたけど、本当に何のインチキもなく48時間全回しでやってましたから、でこっちもネタなくなってきますから、ずっとなんか喋ってはいるんですけど、まあどうせ使わないんだろうなと思いながらもね、なんかだって夜の番組の15分枠とかでしたから、それはそんな使わないだろうと思って、まあ体操の絵ぐらいあった方がいいなと思って、確かパソコンかなんか与えられてたんで、ね、YouTube 当時もまあギリギリあった、まあ、ギリギリというかまああったんで、ラジオ体操した時に、あ久しぶりにこれ大人になってやるラジオ体操違うなと思ったのと同時に、だからその科学実験みたいなのしてたんで、理屈っぽくなってたんでしょうね。思ったのは、あ遠心力だって思ったんですね。これなんかその場で調べたらなんかそういうのも出てきたんですけど、ラジオ体操っていうのは非常によく考えられてて、遠心力を最初に作った遠心力運動ですよね、円を描く運動、この流れを一度も止めることなく最後までいってるらしいんですよ。ですから初動の01の運動さえ頑張ることでですよ、最後までスッといけちゃう。これがラジオ体操の魔法なんだなっていうことですね。そして体で感じたわけですね。それを今日ラジオ体操をやりながら思い出して、おー、なるほどな、というふうに体で感じたというね、お話を今日したくて。テレビ寺子屋みたいになってきましたけども。いやけども本当にお試しください。音楽に合わせて。ですから眠い目をこすりながら嫌だ嫌だって言ったあのラジオ体操もそういえば友達に会って、ちょっと元気出して01で動いてみたらスムーズに体が動いて、で終わって帰る頃にはよし今日何するというね、アクティブな状態になっていたのではないか。それを本能的に知っていたの時の腹の出っぷり出た当番のおじさんたちは、あんなに体をね、ねじったりね、短い手とか首がないようなね、でっぷりしたおじさんもいましたけど、やっていたんだなというのがね、偉大だな。そしてあのメロディーで、あ体の動き覚えてますもんね。ですからもうおすすめだなというふうに、思いましたね。ついでに思い出したんですが、アリの話をね、気になると思いますんで、アリのコミュニティというのは8割がすごく働く、女王アリのために巣を作ったり餌を挟んだり運んだり穴を掘ったり働くんですけど、必ず2割がサボるとらしいという仮説がありまして、それを証明しようということだったんですね。でアリ100匹にですね、
これもう大丈夫なのかなと思いましたけど、色をつけて、ちょっとこう絵の具でちょちょっと、まあ害がないというふうには言ってましたけども、まああの、アリに2色色をつける組み合わせで100匹を見分けられるようにしてですね、始めるんですよ。で、確かに2割、まあこれ誤差あるんですね。100匹いたら16匹とか、ね。2割に近い、それが90匹になったらまた減って、まあ、10何匹とか計算していくと、まあまあそのグラフにブレはあるんですけど、やっぱり2割近くがサボっていくんですね。不思議なもんで、サボってるのを全部減らすんですね。まず100から80に減らす。すると80を100とした時に2割がサボり出すんです。今までサボってなかったやつらがね。そして2時間経ちます。そのサボってるやつらを全部排除します、そのコミュニティから。そうしますと残りは、まあ何匹になるかあれですけど、まあ、減りますよね。それを100とした時にまたその中の 20% がサボるんですよ。これはすごいことですなぁと思いながら、そのオンエアで見た学者さんによりますと、これはどの社会でも一緒だっていうんですよね。やはり働く人、そして働いてもらう人、まあ上位ですよね。その他にそのサボるというのはコミュニティには本能的に生物の本能として備わっている必要なことなんだというふうにね言うんです。はあと思い、それはその何か疫病みたいなことですよね。働いてる、全員が働いてる、同じ、方向に向かって体を作ってる人間が全倒れした時にコミュニティが終わらないような、その要はサポートですよね、緊急事態に備えた何かの待機であり、やはり一説にはその働いてる人間じゃない、アリに対して、働いてるものに対する癒しだったり、何か寄与するものがある、安心感であったりっていうのをですね聞かされまして、そういうもんかねと思いながら、アリですよ、すごく興味深くそれを見ていたというねのが思い出せます。だから芸術家とか何ですか、まあ変な話、赤ちゃんとかそういうことなのかなとか分かりませんが、まあ、いろんな社会的役割があるのかな、それともサボりたい人が考えた理論なのかなとか、いろいろ思いながらそれをね、見つめながら2時間に1回ラジオ体操をしていたというね、何かよく分かりませんが、なのでまあね、それぞれ人それぞれ趣向が違って、人それぞれタイミングでやることが変わって、人それぞれいろんな方向に向かって社会があるんだなということでうまく締まりますでしょうか。いろいろね不安も多い今ですけれども、まあ、それぞれ、やれることをやる、つつ頑張りすぎずにね、いろんなことに意味があると思ってやっていたらいいのかなと、なんか今はそれをね思った次第でございます。あとですね、体操で YouTube 検索するといろいろ出てきたんですけど、 NHK のね、さすがですね、朝一という番組なの、筋肉先生みたいな人がいるんですね。筋肉元気体操というのもしっかりやってみたんですけど、それも非常に良かったです、ね。ただめちゃめちゃそのやってる方がマッチョすぎて、そうですね、一緒の動きでいいのかなとか思っちゃうぐらい、それわざとなんでしょうね。可愛い方でユーモラスな方でね、最後に筋肉立ちするんですけど、そこで親近感持てんわっていうボケなんでしょうね。はい、素晴らしい。いい体操があったら。ぜひ教えていただきたいなと思います、ね。ビリーズブートキャンプも昔やってました。はい、ということでございまして、トラミルプラジオ惜しかったでございます。また明日お会いしましょう。井上真理でした。ガオー。